待ってろジムリーダー、三つ目のバッジ手に入れてやるぜ。オース未来のチャンピオン、このジムはすごいぜ。何がすごいか教えてやる。まず真っ暗だ。大丈夫、安心しろ、ライトは貸してやるからさ。で、中にいるトレーナーたちもライトを持っている方。ライトでトレーナーを照らしたり反対に照らされるとポケモン勝負が始まるぞ。で、ここから大事、青い床のマークと同じマークの赤い扉、その先にジムリーダーが いるぞ。違う扉を選ぶとここに戻ってきちまうんだな、これが。ということで頑張れ未来のチャンピオン。ほう、言ってる意味が全然わからんが、まあ言ってみたらわかるでしょう。よすかしいポケモンジム、ジムリーダーメリッサ、認定トレーナーヒロノブ。ヒロノブすぐ認められてんな、あいつは。おっと、俺としたことが大事なことを忘れていたぞ。ここのジムリーダーはゴーストタイプの使い手。ゴーストタイプか。ゴーストタイプ。いや、でも別にバットマンでいいのか。バットマンとか4代目とかの噛みつくが効果抜群のはずだから、ギンギンも持ってるね。バットマン4代目ギンギンの3人で回せば、なんとかなるんじゃない。この扉は、おお、クレー、なるほどね。なんかボンバーマンみたいなマップだな。おいおい、扉はもっと先だぜ。だけどそこに行く前にオイラを倒せるか。倒せるに決まってるでしょう。俺はそのために高校に来たんだから。ゴースか、レベル20。まあ悪くないレベルしてんね。不安定か。まあこのままバットマンの独断先行行かさせてもらいますよ。オッケー、ワンパン。うわ、誘爆。いやー、ちょっとそれめんどくさいな。削られるんだ、こうやって。いやー、一筋縄ではいかないと。ライトを顔に当てて目つぶししてやればよかった。ポケモントレーナーにあるまじき発言。暗闇でドッキリ、ばったりポケモン勝負。いやー、かわいこちゃん、ムーマー。いや、いいな、ムーマー。ゴーストタイプの中のゴーストタイプって感じ。レベル 23? めちゃ強くない？ジムリーダーのレベルどんぐらいなんだ。青い床と同じマークだから四角だね。ここに行けばジムで、青い床がハートマーク。オッケー、そうと別れは、あとはトレーナーバトルやるだけだ。迷っていますか、楽しんでいますか。迷ってもないし楽しんでもねえ。俺はとっととジムリーダーのところに行きてんだよ。いいね、レベル26。バットマンのレベルを上げながら進んでいけるね、ここは。素晴らしい。トレーナーめちゃくちゃいんな、数。キャッ、まぶしい。手、間に勝負。古速なやつがめちゃくちゃ多いぞ。塾帰り。塾でそんな知識ばっか身につけてんじゃねえ。いや、誘爆ちょっとだるいな、マジで。結構削られちゃうんだよな。いや、不安定もう一匹か。ちょっと回復しないとダメだな、また。いや、めんどくせえ。わざわざ俺と戦うため、うろついているのかい？君、ここで負けちゃうぜ。なんかめっちゃかっこいい音楽とともに、めっちゃかっこいいやつが言葉かけてきたな。エリートトレーナーのレイト。エリートトレーナー、見せてもらいましょうか。うわ、ゴースト。エリートトレーナーっていうだけあるな。でも友達がいないからゲンガーにできてないな。なら俺の勝ちだ。いいね。648経験値、レベル27。バットはマジで強い。エアカッター、それはめちゃくちゃいいでしょう。怪しい光もう一回忘れちゃうか。今のバットマンがな、そんな小細工いらないでしょ。もうこれでいきましょう。闇の中を一歩また一歩進んでいくのはどんな感じ？あなたという素敵な人に出会えた。最高な感じですよ。いきなりゴーストからか。続いてはムーマー。レベル24って、めっちゃ高いね。トレーナーでこんだけレベル高いんだったら、あ、やばい、大気光線。効果抜群だ。耐えろ、バットマン。オッケー。ふぅ。ビビらせやがって、マジで。そうか、ゴーストタイプはエスパー技も使ってくるから、あんまりバットマンで突っ張るのは良くないかもしれんな。普通にハートマーク、ここだね、正解の扉。いやー、いたな、ジムリーダー。いや、まあバットマンスタートで行くか。回復もしたしな、死なないことを願って行きましょう。おおほほほ、お待ちしてました。私この国に来ていっぱい勉強しました。この町コンテストします。だから私こんな格好、ポケモンのことも勉強した。そしたらジムリーダーなりました。だからあなたチャレンジしなさい。私勝ってみせます。それがジムリーダー。
めっちゃ片言メリッサ、変な髪型しやがって、ちょっと美人だからってよ。いやでもなんか綺麗な人だな、頭身がすげー高い。夜回る、まあここは一気に一気火星に攻めさせてもらいましょうか。噛みつく、ひるんでくれ、未来予知。いやーなるほどな、いい傷薬。いやーめんどくせえことやってくんな、噛みつく。夜回るは撃破、バットマンレベル28になったね、これで。未来予知どんぐらい食らう、8か、まあ8ならいけるね。ムーマージ、いやーそのままでいった方がいいか。レベル26、高いな、多分エスパ技持ってるだろうからな。ここ噛みつくで、ひるんでくれ、頼むムーマージ、ひるんで。いや回復持ってんのか、やるな。再起光線、ひるまなかったか、どんぐらい入る。いや耐えれるぞ、勝てるぞバットマン、これは勝てる。よしよし、入った、いいね、思ったより効かなかったな再起光線。よし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 、ゴースト、ちょっとバットマン結構弱ってるから、ギンギンバックで、ギンギンも噛みつく持ってるからね、これで攻めさせてもらおうか。あら最後の一匹だわ。いやーバットマンがマジで強かったね。シャドウクロー、どんぐらい入る。まあまあまあ可愛いもんですよ、こんなぐらいのダメージなら。よーし頑張りましょう、頑張ってくれメリッサ。だが残念ながらもうギンギンは止まらないぜ。催眠術外れた、メガドレインジム3つ目も無傷で突破だ。いや素晴らしかった。よーしメリッサ、いい勝負だったぜ、あなた最高に強いです。いやありがとう、でもマジで強かったなメリッサも。私びっくりです、あなたもあなたのポケモンもとても強い、その強さをたたえこのジムバッジを渡します。いやありがとう、レリックバッジっていうんだメリッサ、覚えとこう。そのバッジ持ってると秘伝の霧払い使えます。あとこの技マシンもあなたなら使いこなせる、私そう思う。霧払い、そんな技があんのか。シャドウクロー、ありがとう、めっちゃ嬉しいなシャドウクロー。ゴースト技覚えれたねこれで。よしジム突破、大政とジムリーダーに勝ったのか、なんというか、もやどこまでも強くなる、そんな気がするぜ。もっともみんなに同じことを言ってる俺だけどな。でも俺に言ったその言葉は本当になるぜ。俺は四天王すら倒す、この6匹で。こっちそういえば言ってないんだよな、さっきふれあい広場の東ゲート、ポケモンと楽しくお散歩、こっちは何なんだろう。このふれあい広場ではあなたの可愛いポケモンと一緒にお散歩できますよ。マジで散歩しちゃっていいの俺、ちょっと嬉しいな。アイテム落ちてんね。このフレアフィールドあなたとかいいポケモンと一緒にお散歩できますよ。ジーニアスさんと一緒にお散歩ですね。ジーニアスお散歩、はい。なんでジーニアス指定だったの今。まあじゃあジーニアスちょっと行くか。ジーニアス、ジーニアスは嬉しくて小躍りしてる。いや可愛いなジーニアスお前。なんだちっちゃいポケモンじゃないとダメなのかな。たまにね、ポケモンに話しかけると何か持ってる時があるよ。マジで？ピッピの手の中で何かキラキラしているジーニアス、何か持ってる？あー、散歩楽しいか、ジーニアス。いやー、なんか他の子も連れ歩いてあげたくなるね、でもこういうの。何今のワープ地点みたいなの。すげー、お守り小判。これあれか、持たしてると、あれだね、戦闘終了時にもらえるお金が増えるみたいな、そういう、あれじゃなかったっけ？こんなだけのルート？何回も入ったら他のとこに行けたりとかしないの？こっちにしか行けない。あ、そうか、東ゲートだからか。こんにちは、テレビことぶきのインタビューです。お話聞かせてもらえますか？はい。何？コダックと散歩した今の気分を一言でお願いします。コダックと散歩した今の気分、そんなん決まってんでしょ。もう好き、大好き。
テレビで放送すんな、こんなもん。ジーニアスとしか散歩できないんだな、多分。なんか連れ歩けるポケモンが決まってるみたい。なんか他のとこにいたやつが、俺のハガネイルもギャラドスもダメだって言われたみたいなこと言ってたから。たまらん、ピカチュウがたまらん、前を行く僕、追いかけてくるピカチュウ、あはは、僕たちだけの世界、ムフー、やばいやつだな。むしろ他のところでは連れ歩きしたらあれなのかな、犯罪だったりするのかな、ポケモンをモンスターボールに入れてない罪みたいな。それだったらサトシとか重犯罪者じゃんね。やっぱりあいつろくなもんじゃねえわ。わざましい、秘密の力、なんで落ちてんだこんなところに。あ、今ありがたいけど、ここは昔何かの遺跡だったんだ。そうなんだ。今度発売するポケモンアルセウスで明らかになったりすんのかな、それ。ねえ、ならなさそうだな。わざましい、メロメロ、いいね、いいね。こういうわざマシンはね、6匹に使い放題だから、ちょっとまだ使ってないんだけど、全然。その時々で必要なものをね、覚えさせたいね。いや、まだ行けないところがあるな、普通に。他にも、入り口がどっかにあるっていうことなのかな、これは。そうなのか。あれ、ジーニアスが何か持ってる、ジーニアス！やるな、お前！お前は天才ポケモンだ！よし、まあ、この街はもうこんなもんか。よし、じゃあちょっとコンテスト出ちゃうか。どのコンテストに参加しますか？そらかっこよさコンテストでしょ。俺のポケモンで一番かっこいいポケモン、どれか知ってますか？あ、すげえ！着替えた！お前そんな髪型だったのか！ベジータみたいな。これよりノーマルランクのポケモンかっこよさコンテストを開始出してます。やっぱりね。参加してるのは、もうね、確定で、かっこいい。もう、かっこよさのゴンゲみたいなポケモン、ちょっと今回選んだから。みんな見て。ちょっと、本番で見せるわ。よーし。お待たせしました。ビジュアル審査の開始です。マジで最高にかっこよくなったから。見してくれよ。ピカシロ。ほうほうほう。さあ、いやいやいや。大したことないですよ。かわいい。めっちゃかわいかった。でもかわいさだから、それは。かっこよさとは違うよね。うわー、ズバッと。でも不自然。不自然だわ。あまりにも不自然。まだまだですよ。パチ、パチリスね。あ、違うんだ。うおー。いやー、でも不自然ですわ。完全に不自然。全然わかってない。見せてやろう。俺の大泉のかっこよさを見てみ、これ。ほら、めっちゃ自然。見て、股間隠してんだよ。自然でしょ、ナチュラルテイスト。何、ダンス審査ってそんなんあんの。演技審査頼む。ここで一気に行ってくれ、行ってくれ、行ってくれ。いやー、最下位だムカつく。いやー、でも審査員の見る目なかったね、ちょっとね。明らかに大泉が一番良かったから。マジで。見る目なかったわ、ちょっと。うちの子が一番だったから。もういいよ、別に。人から認められなくたっていいんだよ。俺にとってどうであるかが大切なんだから。ね。コンテストのお気持ちを聞かせてくれ。もうね、みんなの前で演技をする大泉が見れて僕は嬉しさでいっぱいです。舐めるんじゃないですよ。言っとけ、みんなに。結果なんてな、二の次なんだよ。誰が認めてくれなくたって、俺は誰よりも愛してるからな、うちの子たちを。よし、なんかこっちの方で卵が見つかったみたいな話あったからね、抜けていこう。もう、うわー、何してんの。じゃあ待ってたぜ、マサト、お互いどれだけ強かったかここで比べるぞ。ポケモントレーナーならいつだって戦えるようにしておくのは当たり前、待った話だぜ。嘘でしょ。じゃあ、お前ちょっと4匹持ってんのか。ムクバードスタート、バットマン、いやー、行くぞ。いやー、威嚇。いや、でも、レベル分かってる。落ち着いていくか。翼で撃つ攻撃。どんだけ入るか。よし、影分身。お前、めんどくさいことしてくんな、めちゃくちゃ。やばいな、これ。これ、今のうちにあれか。4代目にバックして。電鏡座一発で落とした方がいいね、これも。影分身積んでくるとはちょっと思わなかった。翼で撃つ。まあ、今一つだから。オッケー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 。今のうちにスパークで一気に行こう。
電光石火。どんぐらい食らう？のっけおっけおっけ。よし当たった。よし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 。ビビらせんなお前、影分身積んでくんのはマジで。ふぅ。いやマジでビビったね今のは。よしよしよし、まあまあまあ勝利を使いましょうか。ブイゼルは水タイプだからこのまま、このままでいいね。いやいやいや、マジでビビらされ捨てられた。追い打ち。どんぐらい食らう？まあまあまあ大したダメージ量ではあるまい。よーし、ヒロノブ覚悟しとけ。いいねいいねいいね。ちょっとかなり食らってきたから、ちょっと一回様子見ないとダメだな。儲かざる、いいでしょう。来たまえ儲かざる。うちのジーニアスが相手だ。レベルは27、強いね。睨みつける。こっちの守備力を下げてきた。でもさすがに1回ぐらいじゃワンパンでは死なないと思うから、この水の波動でどんぐらい食らうか。よーし、いいダメージ量。これならもう1回で倒せるんじゃない。いや引っ込めてきた、ロゼリア。いやうまいね。なるほどね、草タイプに引っ込めてくると。はい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 。しかしこっちもまた牛丼が控えてるんですよ、バックには。いけ牛丼、思い知らせてやろうぜ。はいはいはい、宿り木の種やりますね。こっちの HP を毎ターン一定量数技だね。しかしそんなことしてる場合なのか。タイプ相性は最悪だぜ。くらえ。いいね、いいダメージ量。勝てる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 。儲かざるね。オッケー、ジーニアスバックでお相手しましょう。ヒロノブ、突然勝負を仕掛けてきといて、そのレベルまだ俺のライバルには程遠いぜ。火炎車、さすがにでも守備力も戻ってるから死にません。オッケー、さあ俺の勝ちだ。よーし、最高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 、めちゃくちゃ良かったね。ジーニアスもレベル27、素晴らしい。ふう、乱れひっかき、いらんね。うん、いらん、いりません。よし、何だってんだよ、俺負けちまったよ。まあポケモンの愛情が違うんだよ。うわー、やっぱりあれは無理なんだな。なあなあマサト、この間の話覚えてるか。ん、自分の技は全部当てる、相手の技は全部かわすって。あ、それで影分身を積んできたのか。すごいねこれ、ちゃんと会話と戦術が噛み合ってるんだ。やっぱり地道に鍛えてちょっとずつ強くなるしかねえか。さてと俺はズイタウンに行くぜ。じゃあ生里、次に会った時の俺の成長に驚け。いやーちょっとビビらされたマジで。よし、回復して俺もズイタウン行くか。この先に壊れた石の塔があるんだけど、何なのかしら、すごく気になるわ。壊れた石の塔、いやー新しいとこって感じだな。もう209番道路よっす、まあ、この先がズイタウンっていうところなんだろうね。明らかに取れないな。まあやるか。君のポケモンはどのくらい育っているのかな。見せつけてやるよ、どれだけ強いのかを。ハルキ、スボーミー、そんなレベル20のポケモンでうちのバットマンの前に立ちはだかるつもりですか。電気タイプがやっぱりちょっと苦手だな。っていうかこいつブリーダーっていうだけあって、あれか、育ててるのか。弱いポケモンというか幼いポケモンを。でもピチューって夏木進化じゃなかった。全然懐いてないやん。あー、ちょっと麻痺したのはちょっとめんどくさいな。水タイプっぽいよなここ。うむ、いい釣り竿、本当にいいよ。君もそう思うでしょ。はい。あー、釣り竿くれるだけか。なんだ、水あるところならどこでも釣りをするといいよ。ところで釣り竿の使い方、僕が説明しようか。いや、いらないよ、俺が釣り竿を使うことはないから。君お前さ、ジョギングしてるかな。あ、トレーナーじゃないんだこの人。ここの双子ちゃんはダブルバトルだよね。一緒に戦うから私たち強いんだよ。なるほどね。でも使うポケモンが1匹ずつなら負けませんよ。ウソハチとマネネ。いやー、なるほど、こっちはバットマンと牛丼。ちょっとタイプ相性的にまずいね。岩タイプへの最適格持ってないぞ。よーし、マネネまず落とし、翼で打つで、ウソハチを落とす。美しい。やっぱりクロバットに進化したことでバットマンがめちゃくちゃ強くなってる。
これはでかいよマジで、エースだわ。なピカチュウいんなここに。ねえねえ私ポケモンだよ。え何すげえ、ポケモンごっこの千尋。千尋めちゃくちゃ課金を促してきそうな名前してんな。悲しくって悔しくって iTunes カードを買ってくださいってなんてやつだ。すごい傷ぐすり、これはでかい。あなたが育てたポケモンとお手合わせさせてくださいな。いやいいですけれども後悔することになりますよ、強すぎてね。よしバットマンレベル29でかい。よし、ま、バットマンがちょっと強すぎるな、相手になってないもんね今。 PP エイド、これはでかい、ありがたいね。この間ジョギングしてたらポケモンに追いかけられてね、思わず海の上走ったよ。やばいやつやん。波乗りいらんすぎるでしょ。持っている要石がちょうどハマりそうだ。お、要石、石の塔が元に戻った、御霊の塔と書かれている。ほう、で何なんだ。何なんだそれで。野生のポケモンは何が出る。え、すごい、野生でロゼリアとか出んの、すごいね。まあでもレベル19とかだったらいい経験値稼ぎになるんじゃないかな。ねえどっから来たの、どんなポケモンと一緒、教えてやろう。兄ポニータか、レベル23、なかなかの強さ、お相手しよう。いやいい経験値量、レベル30、素晴らしい。30のお題乗ったね。カウガールの兄との勝負に勝った、おしゃれな人はなんかポケモンもおしゃれだね。いやそれほどでもですよ、全然おしゃれじゃないと思うけどなこの主人公。魂の眠る場所、ここがロストタワーなんだな。ロストタワー、ちょっとこっち居合切りでアイテム回収してからロストタワーか、ちょっと気になるね。鋼の翼、これは強いぞ、鋼タイプの技使えるようになったね。お、ダブルバトルか。ミサちゃんとのひとときを邪魔しちゃダメだよ。え、私と勝負したいの、リグちゃんと一緒ならいいわ。めちゃくちゃムカつくなこいつら。いやーもうラブラブカップルのリクとミサ、いつもの2倍の力で倒そう。デレスやってる時の俺みたいになってる。じゃあちょっとロストタワー行くか。どういうところなんだろうなここは。あ、お墓なのか。あー、ここは魂が眠る場所、乱れに騒いではいけませんよ。わかりました、ちょ静かに静かに行こう。ここのロストタワー、上に行けば行くほど霧が立ち込めています。秘伝技霧払いが使えず用もないのであればわざわざ登ることはありません。霧払い、電話さか、ちょっと誰か覚えれるかな霧払いなんて。ん、ちょっと待って、ヤッホー、この先ズイタウンもしかして。おいマサト、はい、いいものを手に入れたからさ特別見せてやるよ。あ、バトルではないのか、あれあれあれ、なんだってんだよ、シールもらっただけで使うの忘れてた。あーそっか、遺跡に行ってたからだ。ここの遺跡面白いぜ、お前も行ってみろよ。霧払いの秘伝マシンもあったしさ、まあいいや勝負は預け、じゃあな。あーよかった、勝負かと思ってビビったけど違うんだ、ここはズイタウン、ケイマに暮らせる町。なるほどね、ここの遺跡で霧払いの技マシンを手に入るんだ。私まだ小さくて上手に戦えないから育て屋さんにお願いしてポケモンを育ててもらってる。なるほどね、やっぱりここは育て屋さんなんだ。君とポケモンとの出会いは歴史を刻んでいるとも言える。これはポケモンヒストリーというポケッチのアプリだ。これを使って君とポケモンが刻んでいる歴史を見るといい。え、マジで？そんなん見れんの？手に入れたポケモン。うわ、すげえ。すごいね、ほら。ちゃんとズバットの時からだ。ちょっとナエトルがいなくない？ナエトルがいないよ、ちょっと。そういうもんなのか。ポケモン新聞社、求むポケモン捕獲のプロ。ほう。おや、いらっしゃい。バイト募集の釜を見てやってきたんだろ。そうですよ。まあ、なんだっていいさ。おお、それはポケモン図鑑。七かまど博士の知り合いか。そいつは楽しいな。ポケモン探しのプロだもんな。今回連れてきてほしいポケモンはスカタンクだ。今日中に連れてきてくれよ。そうやけど特集記事が書けなくなっちゃうからな。バイト代としてハートルごとモンスターボールあげるからさ。え、スカタンク？そんなもん出るか？毎週日曜日はロストタワーに行くの。あー。ポケモンが死んじゃったのかな。旅のトレーさん、ここには何にもないわよ。何にもないから考える時間はいっぱいだけど、そうだ遺跡があったわ、よかったら行ってみたらどうかしら。なるほどね、ここの町はジムとかがあるわけじゃないからひたすらにあれか、遺跡に行き霧払いを取ってロストタワーに行けってことだね。育て屋じいさん、あーオッケーオッケー。まあ育て屋はちょっとね、今の6匹は自力で育てるから使うことはないね。いろんなシールを貼ってモンスターボールをカスタム。あら、あなたシール量持てえの、じゃあどうぞ。え、モンスターボールをカスタム、
めっちゃいいね。まずね、パソコンで自分のパソコン選ぶの。次にボールカプセルっていうメニューを選んでね。で、持っているヒーローをカプセルに好きなように貼り付けて、それを好きなボールにかぶせるの。あとはポケモンショップで使うときのお楽しみよ。そんなんしていいの？この街の遺跡のポケモン、外国の文字に似てて面白いんだよ。僕まだ小さいからポケモン捕まえられないけど、代わりにシールを使って外国の文字勉強してんだ。文字に似たポケモン見せてくれたらシールあげるよ。アンノーンか。まあ、それなら、捕まえるだけぐらいはいいかな、別にな。別にね、戦闘で使わなかったらいいから。ちょっとシールでモンスターボール飾ってあげたいもんな、俺も。ポイントアップ。いいね。PP を増やせれるやつだったっけ？これ上の方に行くと、もうあれか。他の地方に抜けちゃうよっていうことね。遺跡っていうのはどこにあるんだ？あ、こっちか遺跡。ここっぽくない？めっちゃ。隋の遺跡、やっぱりそうだ。おー。なんて書いてあるかわかんねえな、さすがにこれは。調べたらわかるんだろうけど。とりあえず、アンノーン捕まえてシールもらうか。霧払いの秘伝マシンが落ちてるって言ってたもんね。いやー、この遺跡に霧払いの秘伝マシンがあると聞いてきたのだが、似たところばかりで迷ったみたいだ。さて、困った。なるほどね。複雑なんだ、ここ。アンノーンだらけの遺跡、きっと何か意味がある。だけど、その意味がわからなくてイライラするので勝負だ！めちゃくちゃな理由だな、おい。遺跡マニアの冬木。石つぶて。いけ、ギンギン！こんなレベル19ポッチで、舐めてもらっちゃ困りますよ。アンノーンだらけって言うけど、アンノーン出てきてないぞ。で、なんか広いとこに出たな。金の玉、ありがとう。いいおじさんの金玉です。不思議のプレート。手に入れたプレートの裏側に刻まれている文字を読んでみた。宇宙生まれしときそのかけらプレートとする。まさとは不思議のプレートをドグポケットにしまった。何なんだそれ。怪しい横。ああ、この辺はなんか持たせることで効果を発揮する系のアイテムだね。いやあ、霧払い。でかい。っていうか、ヒロのバレかな。この場で使ってまた置いていってくれたのかな。そういうことなのかな。あ、出た、安納。これはちょっと使いましょうか。てか、レベル24って。強すぎでしょ、ちょっと。ねえ。アンノーンのデータが確かポケモン図鑑に登録されます。1匹でいても何も起きないが、2匹以上で並ぶと何かの力が芽生えるという。なるほどね。まあ、やっぱりシールが好きっていうことで、リカちゃんで。はい、リカちゃん、よろしくね。城ヶ崎リカだね。よし。いや、でも、これ、上からなんか出れるようになってんのか、もしかして。いや、全部回ったけど、そんなところはないな。あれはまた別のところから行けるようになるっていう感じなのかな。まあ、とりあえずちょっとシールもらうか。連れてきたよ。あ、その案の僕の持ってるシールに似てる。じゃあこのシールたくさんあげるよ。Dシールをシールに入れました。え、あ、これあれ？この形ごとにもらえるってこと？リカちゃん！これで A から Z まで全部集めてこいってことなんだ。さすがにそれはちょっとやってられないから、もういいか、シールは。まあでも D だとね。あのワンピースの D の意志を継ぐものみたいな感じでいいと思うよ俺は。よし、じゃあちょっとローストタワー行くか。あ、でも霧払い覚えさせないといけないのか。誰か覚えれるか。うわー、牛丼もバットマンも覚えれるのか。覚えさせたくないな、あんまり。あー、霧払い、障害物をなくして相手の回避率を下げる。深い霧だと消すこともできる。回避率を下げるだもんな。だっていや、ちょっととあれだなー。いやー、でもあれだよなー、牛丼は牛丼でさ、空を飛ぶを覚えなきゃいけないから、後々絶対霧払いを覚えさせてる場合じゃないよなー。いやー、でもこれはちょっと吹き飛ばし忘れさせるしかないか。いや、ちょっと苦肉の策だこれは。あー、しょうがない。霧払いちょっと牛丼でいこう。あー、いや、今んとこ霧出てないね、そんなに。そんで。で、出たお化け、助けて、僕のポケモン。何しに来たんだ、お前、ここに。ガーメイル。虫タイプかな。まあ、バットマンで、じゃあ、翼で撃つで取れるでしょう。これは、まん丸石。うわぁ、霧払い。え、でも、別に霧払い使わなくてよくない？これ。使う必要あんの？これ。俺のポケモンは殺された、銀河団にな。それ以来どのポケモントレーナーも許すことができないぜ。いや、これ霧払い必要なくなかった、もしかして。ねえ、そんな霧来いって言っても見える範囲だもんな。いやー、 P 元気のかけら。俺がいつまでもこんなんじゃあいつも成仏できないか。そうだな、もっとしっかりするぜ。そうだね、それがいいよ。
よし、レベル31。だいぶ強くなったんじゃないか。ここでの勝負は恥ずかしいところ見せられないね。いやー、昔育てていたポケモンの霊が見てるからってことかな。ラブラブカップルかい。あー、しょんぼりだな。いやー、みんななんか背負ってんだな、ここに来てる人たちは。もう最上階じゃないか、これ。そうだね、もう最上階だね。おお、霧が晴れると同時に迷いも晴れたぞ。これ俺だよ、遠慮せずに持っておゆけ。何なんかあったの。メリッサはのつかみどころのない娘じゃが、優しい心の持ち主でな、いつもここに来てくれるよ。ああ。行きはよいよい、帰りは怖いだ。これを持っておゆけ。清めのお札。このロストタワーは死んだポケモンの魂を沈めるための場所。長く生きたもの、短く生きたもの、どんな魂も安らいでいい。メリッサのポケモンのお墓なのか、ここは。一夜前のポケモンに持たれると野生ポケモンが出てきにくくなるのが清めのお札。で、呪いのお札はゴーストタイプの技の威力が上がると。なるほどね。ありがとう、いいのもらったわ。いやー、メリッサがどんだけいいやつかっていうのが、ここで掘り下げられるんだね。いや、ほんとうまいことできてるわ。じゃあ、次の街に向かいましょうか。